ございます。新年明けて早々インスタグラムの方でフォロワーさんの呼び名を決めました。ファンネームを決めたんですけど、それがポムッコに決定しました。なのでこれからはポムッコと皆さんのことを呼ばせていただこうと思います。今年もよろしくお願いします。今年は YouTube を頑張っていこうと思います。で、今日の動画はですね、じゃん、こちらグレールさんの福袋をね、今回初めて買ってみたので、こちらを開封していこうと思います。で、前々からリクエストいただいていたコーデとアクセサリーの組み合わせのご提案をさせていただこうと思うので、よかったら最後まで見てみてください。それではスタート。ということで早速開封していこうと思います。では一発目、じゃん、こういう感じのバッグが入ってました。あんまり口は大きくないんだけど、横にして入れたら入りそうな感じの、次2点目は、お、キルティングの帽子が入ってました。キルティング素材のマケハですね。マケハ私似合わないんだよね。こんな感じの帽子が入ってました。次が3点目はマフラーです。小物系が結構入ってますね。あ、すごい触り心地がいい。私の好きなベージュ系のが入ってました。あ、これすごい、チクチクが全くしません。私結構チクチクする素材のが無理なんですけど、これもう全然チクチクしない。え、かわいい。これは当たりですね。色が私好みでかわいいです。次4点目、ズボンが入ってました。パンツ、こんな感じ、すごい動きやすくてポケットもついてます。あのサテンみたいなサラサラした生地でかわいい。私結構緑のズボン好きなんで嬉しい。これは使います。次はこんな青すぎるめっちゃ青いセーターが、あ、しかもめっちゃ短い。着てみようかな。着てみました。結構ニットで、あの穴が結構透けてる感じなんで、下にインナーを着たんですけど、青で、てかもう普段絶対着ない色。これはちょっと使えないと思うんですけど、こんな感じです。6点目です。6点目は私の好きなパステルカラーです。しかもめちゃめちゃもちもち、生地の触り心地が、あ、中になんかついてる。インナーがついてますね。着てみるとこんな感じでした。中がノースリーブのタートルネックになってて、で上にカーディガンがあるって感じですね。こことここはボタンで外れるので、別々に着た方が可愛いかも。次、ハート柄のカーディガンが入ってました。着てみます。せーの、はい、着てみたらこんな感じです。すごい生地の質がめっちゃいい。すんごいもちもちニットで可愛いです。これぐらいのちっちゃいハートなら全然着れる。刺繍になってますね、ハート。めっちゃ可愛い。ちょっとショート丈なんで、あのハイウエストのスカートとかと合わせたら可愛いと思います。次8点目いきます。ハイネックのニットが入ってました。嬉しい。私ハイネック大好きで、こんな感じです。結構ここのタートルが長いので、結構折ってめっちゃ普通に可愛い。ピタッとした素材なんで細く見えるかも。可愛い。次は、お、ボーダー、この上から着れそう。これインナーとして着てみます。結構オーバーサイズかも。え、めっちゃ可愛くない？これはちょっとタートルやったんで、タートルになっちゃったけど、立ったらこんな感じ。ボーダーは何でも合うから使いやすいですよね。ここにスリットが両方入ってて可愛い。インナーでこうやってちょっとなんか覗かせて、こういうのも可愛いし。次が10点目です。これはなんだ、私が大好きな黒のニットが入ってました。めっちゃ可愛いし、上に着てみます。黒大好き人間なんでめっちゃ嬉しい。こんな感じです。結構しっかりした素材のニットですね。色はちょっと違う、この白と黒のコントラストめっちゃ可愛くないですか。次が11点目、また黒です。じゃん、次はカーディガンかな。カーディガンが入ってました。これもショート丈で使いやすそうな、はい、着てみました。こんな感じ、さっきとめっちゃ似てますね。さっきのやつにボタンがついたみたいな感じのカーディガンでした。上もねめっちゃ使いやすそう。黒大好きなんで、こんな
感じでインナーを出してちょっとモノクロっぽく着るのもめっちゃ可愛いです。次こちらすごい分厚い質の良さそうなコートが入ってました。ボタンですね、ありがたい。しかもブローチとかついてる、めっちゃ可愛い。こんな感じのブローチがついてます。こんな感じです。ポケもついてるし、このファーがねめっちゃ気持ちいい、可愛いです。次はラスト、もう一個のアウター、また黒です。黒のダウンですね。こんな感じのダウンが入ってました。黒のダウンはね使いやすいからいいですよね、かわいい。帽子もついてるし、この風よけがついてるからあったかいです。ということで私のグレールの福袋はこんな感じのラインナップになってました。使いやすい色が多くて、これで8000円ってめっちゃ安いですよね。じゃあこれをコーデにしていこうと思います。仕込みではこんな感じにしてみました。下は私がもともと持ってたグレールマーメイドスカートなんですけど、オールグレールですね。で中にさっきのホワイトのインナーを入れて、で上からボーダーをしてみました。メガネとリングは 2A リング、当店の 2A リングをつけてます。でピアス、イヤリングはアプリコットを今回はつけてみました。どうでしょうか、見えるかな。ボーダーとアプリコットすごい可愛いなと思ってつけてみたんですけど、どうでしょうか。では次のコーデに行きます。はい、2コーデ目はこんな感じです。スカートはさっきのままで、上にハートのカーディガンで、白い方のアウターにカバンを合わせてみました。でコートを脱いだらこんな感じです。マフラーめっちゃ可愛い、ボリュームあってこれだけで一つのアクセサリーみたいな感じで可愛い。このフリンジも今回のアクセサリーはこちらです。ローズピンクの、プチブローサも合わせました。ちょっと上品系にしてみました。参考で目はこんな感じです。大きめのバッグを合わせてみました。アクセサリーはミニブロッサムのリング、パンツの色に合わせてピアスもこちらのオリーブグリーンのこちらセットでつけてみようと思います。かっこいい系のコーデなのでお色はシルバーにしてみました。ネックレスはこちらのライトグレーのチブロッサムのネックレスを合わせようと思います。でこちらバングネットで装着できるので簡単にワンタッチできます。ちょっと短いなって思ったらこう引っ張ると長さが変えれるので、これぐらいかな。 OK です。ダウンはこうやって襟抜いてきたら可愛いかも。メガネかけても可愛いですね。ちょっと抜けた感じが。シルバーで結構落ち着いた感じの雰囲気に仕上がるので、シルバーもすごい可愛いのでおすすめです。では次のコーデいきます。4コーデ目はこんな感じにしました。この上のさっきの紫のカーディガンをメインに色を組み合わせてみたんですけど、これもグレールのスカート、個人的に持ったやつになります。バッグを黒にして、帽子も黒にして、ちょっとこことここで合わせてみました。でアクセサリーはズベリングとバイオレットのミニブロッサムとブロッサムのネックレスを合わせてます。私この色あんまり似合わないんですけど、似合う方はもっと可愛いと思います。この色見た時にこのブロッサムバイオレットと合わせたいなと思ったので買ってみました。ロングチャームのこうゆらゆら揺れて可愛いです。では5コーデ目に行きたいと思います。ラスト5コーデ目はこんな感じにしました。この下のワンピースもグレールの商品となってます。ブラックのカーディガン、ワンピースの上から着てみました。アクセサリーはベレー帽を茶色、赤茶色系のやつをセレクトしたので、チブロッサムのリング、こういう感じのジルコニアが3連ついてる、同じプチブロッサムのピアスを使ってます。コーヒーっていうお色のアクセサリーをつけてます。カバンもこういうちっちゃいやつを合わせたらすごいまとまりが可愛いと思うので参考にしていただけたら嬉しいです。メ
ガネかけても可愛いです。ちょっと画家さんみたいで可愛いかな。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。お客様から20色もカラーバリエーションがあるので、どれを選べばいいかすごい悩むっていう風にお声をたくさんいただくので、今回ちょっと一例なんですけど、コーデとアクセサリーの合わせ方を紹介させていただきました。お洋服の色とアクセサリーの色を合わせるっていうのが一番簡単なので、よく着る系統のお色をまずはゲットしていただけたら嬉しいです。で、アクセサリーの販売は定期的にインスタグラムの方で販売会のお知らせをしてますので、よかったらインスタグラムもチェックしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。